おはようございます。ティラット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日ですね、裏でレジェンドクエストの6を、裏でやりました。はい、Sランク取るまで、要はホームボタンとリセットのやつですね。いや、マジでね、いろんなところ肝あったんで、ちょっとね、その時の写真をね、ポンポンと貼っていこうと思います。結構これ激戦なんですよね。仲間運で突破してる。1時間半かかったわ。何してんだ俺はと。夜勤明けの日に1時間ぐらいかけてやってました。夜勤明けね、もちろん夜勤の日でやんないよ。はい、というわけで今回それをね、存分に振るいたいと思います。いってみよう。今回使うチームはですね、僕がね、2ちゃんのモンバトのスレを言うね、よく読んでることはね、皆さんご存知のことかと思います。その2ちゃんのスレの最がもうね、Wi-Fi 対戦最後のあたり出たチーム、こちらです。魔王の戦闘、キラーリカント。やばいの来たぞ。これはやばいぞ。当時さ、Wi-Fi 対戦やってた人さ、やばいって思ったんです。この2ちゃんで出てきた DLC チームね、やばいって思った。誰もやばいと思ったチーム。そうして、いよいよ今日ね、僕がね、解禁するときはやってきましたよ。やらない感じかしないぞ、これ。めっちゃ強いんだろ、これ。これめっちゃ強いんだよ、こいつら、多分。Wi-Fi 転生で見たらしいよ、これ。めっちゃ強いらしいよ。あ、おっと、なんだっけ、これ。あ、キーファ。キーファだ、これ。稲妻雷光山。そう。うん、だいぶ、別にこっちはね、もう、何が強いかっていうと、多分、技の性質なんですよ。今からこのテンションカウンターって言いますのは、まずここで、カウンターの構え、勇気が溜まります、ここで。まずここで勇気溜まります。そして来ました Z4 トールメツカ !4 トール !90! うわえ、あ、でも。あ、そう、これ !2 回攻撃、これ !2 回攻撃なんですよ。はい、メツ4トールが2回攻撃 !2 回攻撃なんですよ、これが。わかります？有機補正の減少補正がかからない2回攻撃。そして新早草切り行くぜー。はい、オーケー。これが今回2回発動しない？あー、2回前回や。この2回攻撃にこうやって勇気が溜まりやすい。そしてテンションカウンターがある。わかります？これ。つまりどういうことかというと、めちゃくちゃ勇気が溜まるんですよね。これもバキまで確定でまずキラーリ監督が反撃してくれるしね。やばいぞ、これ。これが DLC 最強チームかな。やばいの来たぞ、これ。でも、言わさない力は控えめなんだね。さあ、テンションカウンター。ここで勇気溜まります、まず。また勇気溜まんぜ。テンションカウンターはいはい。はい、オッケー、イエーイ。いいぞ。待って、もう半分いってるよ。ローリング操作、ローリング操作。え、これもしかして、え、過去に森レンタルチームってあったじゃないですか。森レンタルチームで有機補正かけて新早草切り狙うみたいなあったじゃん。うい、あったじゃん。それさ、凌駕してない？え、これ？テンションカウンター？はいはい。はい、オッケー！イエーイ！おい、嘘だ！これ、光の玉いける？光の玉使いますね。これもしかして2ターン目で溜まる？そうだよね。キラーリカンと新早草切りともに会心の時が出やすい技なんですよね。なんで余計に勇気の補正も相まって、2ターン目で勇気溜まるのでは？あ、でもテンションカウンター選んでないね、今度は。だって、コンピューって確かに勇気補正がすごいじゃん。お前コンピュー全然溜まってないように見えるんだもん。扇風券か？新入りすぎるか？扇風券、まあ、でも2体以上当てよう。せめて2体以上当ててくれ。はい。はい。はい、オッケー。いいよ。しっかり2体以上当てれば大丈夫だよ。気候弾いいよ。これね、やばい映像を皆さん、お届けしてると思います。基本的に勇気っていうのは、溜まった嘘だろ !2 ターン目で溜まったぞ。すごい。2ターン目で溜まったぞ、このチーム。この、基本的に勇気っていうのは3ターン目に光の玉を使ってようやく溜まるみたいな。基本的なチームの場合、モンスターマスターとかの基本的なチームの場合、光玉使って3ターン目にようやく溜まるみたいな感じなんですけど、2ターンで溜まったね。嘘だろ、こんなん絶対勝てないって。こんなん勝てないやん。え、こんなん勝てないじゃん。溜まった。強すぎだろ、これ。とどめは、
最近ソード実況しましたんで、ピンク台風でお願いしまーす。2ターン、ちょっと待って、2ターンで勇気ためんなよ。そら、こんなの図じゃん。もうこの動画終わっていいんじゃねえの。え、これ以上何のチャレンジをしろというの。対人戦において、勇気を減らす手段、大魔王と違って対人戦において勇気を減らす手段っていうのはすごい限られてるんですよ。ファイナルブローカー5つ稼働ぐらいなんですよね。そんな限られた状況しかないのにもかかわらず、2ターンで勇気を貯めきろうとかいうね、このふざけた考えのチーム、めちゃくちゃ強いんですけど。嘘でしょこれ、ちょっと待て。これは嘘だろ。ナーフしないとダメだよ。今更だけど。だからレジェンドクエストの攻略とかも使えるかもしれないですね。レジェンドクエストの、ほら、雑魚敵っていうのは、基本的に HP が高い仕様じゃないですか。なんで、とどめの刺激を打てば、ほぼ勝てる状況が。なんで、あ、ここ2回攻撃でかいね。レジェンドクエストの雑魚敵でコールチーム使えるかもしれないですね。使っていいのかどうか。ちょっと、いくらなんでも強すぎるのではないかという気がしません。気がしなくもないですが、別魔さん、これ大丈夫？え、これ大丈夫？あれ、ゾンビ？こいつゾンビ。あ、避けるんだ。あ、避けるね。あ、意外と避けるんだ、お前。へぇー。いいね。でもね、キラリカくんがいるから、今ずもありがたーい。キラリカくんいるから、今ずもありがたいよ。テンションカウンターいきまーす。あ、結構暗い。あー、爆発ジョンに弱いんだ。そうか、爆発かー。爆発弱い方か。さあ、テンションカウンターで、とりあえず。はい、怒り爆発、テンションカウンター、勇気たまりますよ。はいはい。はい、OK、イエーイ。カウンター、これ、会心出やすすぎるんだよなー。本当にいいか。これは多分残念ながらって感じだね。ほぼキラリカにはいかんよね。だね。まあまあまあ、仕方ない仕方ない。さあ、ここで行くぜ必殺メツメツ4トーレいやー、まあでもこんなもんなんだね。あ、でも、あ、これで2回動きいいね。メツ4トーレいや、強すぎ強すぎ強すぎ誰かこのパーティー止めてくれ。ちょっと待って、これパーティーどう止めるのこれ。え、嘘でしょこれ。え、どうすんのこれ。割りかしこれちょっと待って。対策しようなくないこれ、当時。え、当時これみんなどうやって対策したの。いや、割りかしよくわからん。これはマジでわからんぞ。え、なにこれ。うまいこといけばこのターンに勇気たまるね。こっち上。さあ、偶然じゃないことを見せてくれるか。シーン早すぎる発動行くぜー。疾風の塔、シーン早すぎ、ナイスイエーイ。いやいや、勇気たまるこれは。でもその前に向こう倒れるんでね。もう勇気たまるで。なんだよこれ、嘘でしょ。なんかさ、昔なんか結構改造コードで勇気補正上昇とかあったけどさ、もうそれじゃん。俺実機でやってるからそれはしてないよ、ちなみに。実機でもこれしてないよ。え、何これ。勇気補正おかしいってこれ。こっちすごいじゃん、勇気。まあまあ、ここは食らう。ゾンビじゃないお前、確か。そうだね。魔王使いゾンビだね。よかったよかった。あ、そうだ、キラーピアス。え、お前、キラーピアス付きの、それ結構食らうね。あ、結構食らうね。バトマスいくつ？そうだね。魔王の使い、打撃には弱いんだね。ゴールデンゴーレムみたいな小弱点かな。身の守り90ぐらいあったよね。それで結構食らってるから、ああ、まあまあまあ、そうか。飛行弾してないもんな。てか、お前らしっかり2回行こうとしてきたね。何お前まで勇気補正って使わないでくれる。お前たちまで勇気補正をさ、物にしないでくれる。いいけどさ、別に。俺の方が勝ってんだよ、勇気。わかる。ちょっと待って、これちょっと罪な感じがあるな。敵として使う。うわ、強っ勇気たまったいや、一つ考えたことがあるんですけど、勇気補正が凄ましいってことは、勇気を増やす必要がないってことですよ。私、ひらめきました。これ、つばぜり合いしなくても、勇気貯めて、向こう側に溜まる前に勝てんじゃねえかなって今思いました。そう。つばぜり合いしなくても魔王に勝てる説検証していきたいと思います。それはゆとりすぎるって。つばぜり合いとかしなくた、しないとか、たとえ、負けたとしても、すいませんね、負けたとしても、勇気補正が凄ましいから、つまずりさ、リスクを完全にそのさ、有利な方だけ持っていけるみたいなことない？なんか、そんな気がしてきたんだけど。ただ、ちょっとこの場合ね、
困ったことがあって、大魔王戦においてキラーリカント、キラーリカントの性質上テンションカウンターをしても最悪2回なんですよね、できたとして。要はテンションカウンターの構えとカウンターで2回までしかできない。それ以上の勇気補正は見込めないんですよね。なんでちょっとキラーリカントのせいでね、勇気がたまりづらい説はちょっとあるかもしれないですね。さあどうしようかな。でも今更なんだけどさ、今これね喋ってて思ってたんですけど、つばぜり合いの有利のいい点っていうのを挙げてきますと、成功すれば向こうの攻撃を受けないですよね。それがあるんですけど、ここ発動しないのね。つばぜり合いするとさ、向こうの攻撃を受けないって感じなんじゃん。ってことはつばぜり合いやっぱしないと、最悪緑でさやってさ、負けたとしてもさ勇気たまるみたいなさ、それもあるからね。でここマジバした理由は貯めるとマヒャドの宅だからですね。まあどっちにしてもノーダメージにねやり過ごせるっていうことなんで、はい、シーン入ってくるよ。できれば2回動いてほしいけど、全然お前ら2回動かねえじゃん。君たち勇気をさっきまでどうしたの、さっきまでのちょっとさっきまでのさでね、さっきまでのなんかさ勢いがなくなったんだけど急に。お前らまあまあまあここ食らわないでしょ。すげえな、かき消しちゃうね。メッツ4刀流、これ2回行こう。4刀流、いや、これは違うな。え、なかなかちょっと出ないっすね、今回に。ちょ、今回2回攻撃すら出ないんですけど。ちょっと待って、勇気貯める貯めないじゃなくてさ、勇、ちょっと待って、これ、溜まってないんだけど、そもそも。勇気貯めれねえんだけど、このパーティー。さっきの2戦で張り切りすぎたしってか。これ緑でいって相手負けても大丈夫じゃない。なんか緑でやっても負けても大丈夫。なんか勇気補正あるから緑で負けても大丈夫な気がします。まあ普通にやるんだけどね。負けました、負けちゃいました。でも大丈夫、でも大丈夫ですよ。負けるまでは予定調和ですよ。わかります?負けるまでは予定調和なんですよ。言っときますけど、こっちは。そうそう、予定調和、予定調和。大丈夫、大丈夫。ほら、こっちが、こっから勇気補正。大魔王には向いてねえな、このパーティー。こっからね、勇気補正。ねえ、君たちさ、ねえ、君たちさ、勇気貯める気ある?本当に。エレメント、ソードなんだの仕上がって。お前ら勇気貯める気あんの?勇気貯めろって言ってんのに一回も勇気行動してねえじゃん。キラリカはしゃあないけど君はしゃ勝たないよ。大丈夫君たち、本当に勇気貯めやすいはずなんだけどな。全然勇気貯めれてねえぞお前ら。はい、新配の時に2回攻撃しなさいよ君たち。君たち全然2回動かない。勇気貯めれねえよそれじゃ。え、50% だよね。あ、来た来た来た、魔王塚来たよ、メゾン刀流。さあ、いけ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 。これ、待って、向こうの勇気たまんじゃね?あれ?相手の勇気たまんじゃね?あんまりふざけてるから。君たちがあんまりふざけてるが、おー、でもこれはどうだ?え、どうなのこれ。おー、たまってないたまってない、いけるぞ、いけるぞ、いける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 。これ、とどめの打ち切り翼で持っていけるよ。この勇気補正を生かしてさ、とどめの突きつばぜり合い持ってけ。なんでつばぜり合い負けたのに、ま、とどめの突き打てるんだよ、こっちが。なんか、逸材の逆やってるぞ、俺ら。待て。逸材の逆やってるぞ、俺ら。いいぞ、いいぞ。これで勇気溜まるから。とどめの突きつばぜり合い持ってけるぞ。なんでつばぜり合い勝ったの、負けたのにさ、こっちが打てんだよ。やべえ、こいつらやるぞ。こいつらやるわ。大魔王でも通用すんのか、もしかしてこいつら。まあ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 、ここは仕方ない。まあまあ、もう勇気が溜まってるから何でもいいかな。オッケーオッケー。あとは負けたら、ここで突然負けた。だからさ、なんか、いつでとどめ突撃で負けたことあるんだけど。ゾーマにとどめ突撃で負けたことあるんだけど。なんか、神回が台無しになった回があるんだけどさ。まあ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 。ようやくなんか、お前らスロースタートすぎない?まあまあまあね、ここはまあいいよ。ここでとどめ突きつばせり合いですね。まさかの追いついたぞ勇気。一人プレイでもなかなかないよその光景、追いつくとかいう。
ここで負けたら今までの苦労何だったんだって。だいぶ追いついたね、てか、勇気。光の玉なしでな。普通こういうのって光の玉使わないと追いつかないんだけどね。さあ、ここのつばぜり合いに勝てば、あの、証明完了ですね。QED 証明完了。行くか行かないか。さあ、行きましょう。はいはい、証明完了。なんでつばぜり、ゾウもびっくりしてるね。ゾウもびっくりしてる。あれつばぜり勝ったよねって。俺つばぜり勝ったのにって。相手思ってんで、あいつ思ってんで。いや、そう。そのズルを俺が使う日がやってきたか。ズルだろ、そりゃ。やっと勝った。それはもう予想外だろ、向こうからしたら。はい、本気です。本気になって帰ってきました。めちゃくちゃ。いけんのかな、俺、つばぜり負けても。飛べる一撃。いや、いける、いけると思うよ。普通に、勇気逃げ切り行こう。で、心臓馬なんですけど、いつもこれね、迷ってる点があって、何ターン目つばぜりするかなんですよ。こいつ1ターン目に死者の呼び声あったりするから、本当は1ターン目がいいんだよね。2-3に、そんなに強い攻撃じゃないんですよ。なので、1ターン目につばぜりします。負けても大丈夫、そうすれば。負けても大丈夫ですから。さっき証明したと思うんですけど、負けても大丈夫なんですよ。負けても追いつけるからね。向こう黄色でこっち緑で勝負してんだけど。これは別に、いや、負けても大丈夫だ。負けても大丈夫なのがこのチームのいいところですからね。これ禁断だろ。このチームもはや禁断に近いぞ。いきます。負けたのは予定調和だから大丈夫ですよ。負けたの予定調和ですから大丈夫ですよ。みんな焦るな、負けるのは予定調和だから。なんなのそれ。もう負けんの当たり前みたいにならないでよ。よ、今日翼の調子悪いな。大丈夫だよ、負けても勝てる。負けても勇気補正で追いつきゃいいのよ。君たち頼むって。なんさっきの1戦目2戦目さ、あんなに良かったのに、君たちなんか急にさ、違う技見せ始めんだもん、お前ら。あ、でも強いね、エレメントソード、これ。まあ、地味に思ったんですけど、エレメントソードもそこそこ強いんだね、これ。あれだよね。お前、ボーファイターの完全使い回しモンスターだもんね。勇気やべえな、向こう。向こう勇気やばくね？これ大丈夫か？これ大丈夫か？いや、追いつけるよ。いや、こいつらなら追いつけるな。俺確信してんもん。こいつらなら追いつけるよ。うん、頼むぜ。は？そうそうそう、さすがにもう一回あるよね。オッケー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 、行くぜー。はい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 。はい、オッケー。いいよー。さあ、滅四刀流で、さらに追いつく？行くぜ。滅四刀流ー。いいよー、もう一回。はい、オッケー。いいよー。いい。追いついた。オッケー、ナイスー。やるじゃーん。おい、追いついたよ、勇気、ほら。なんで追いついたん？相手使うとか。これ、次のターンに勇気たまんないでしょ、まだ。行こう。3ターン、うん、たまんない。さすがにたまんないね、次のターンには。いいよ、順調。大丈夫、まだノーダメージだし、勇気補正あるし。いや、大丈夫。次のターン、破滅の炎とか来ても、多分たまんないと思う。ちょっと怖いのは、凍結カードを連打か。凍結カードを連打される方が怖いのか、これ。ダメージされてねえしな、パッと見。頼むぜ。火力源頼む。はい、オッケー。いや、ナイスー。ここで回心でかい。もう一回やるでしょ。しかもこれ。強い。追いつける。これ究極だぞ、このパーティー。ちょっと待って。やばい、こいつら。マジで言ったよ。やばいな。まだしかも SP 残ってるよ、こっち。しかもこっちまだ SP 残ってんだよ。破滅の炎が飛んでくる。まあ、ここはね。まあ、いいでしょう。はい。まあ、仕方ない。これどうしようかな。いや、無理だな。で、多分ね、たまに切っちゃうな。ちょっと、凍結カードで下げようかなと思ったんですけど、多分、減り具合的に無理なんですよね。そうだな、無理だな。SP なし。いや、使いなさいよ、それは。凍結カードワンチャンあるかなと思ったけど、いや、無理だな、さすがに。
へ、いや、ギガデインした、ギガデインでよかったな、なんだったら。なんだったらギガデインでよかったよ。本当はね。アンバイとなるギガデインでダメージ取ったらよかったんですけどね。はい、オッケー。いや、でも勇気を高めたまったよ。いてつかどうせ削りきれないと思うもん。はい、はい、はい。はい、オッケー、ナイス。いや、もう、またとどめる時期通せないもん、ってと。なんで負けてからやってんの？なんで負けてからさ。なんでつわずれ負けてからこっちが勇気ため切ってんだ。てか、待って。魔王使い超食らったぞ、今。まあ、別にね。さ、とどめ時期つわずれに勝てればもう勝ちですよ。SP なしで撃破ですよ、これ。ゾウモに対してついに SP なしで撃破しようとしますよ、私。結構とんでもないこと言ってるんだけど。SP なしって。光る玉だけじゃん、初めの。開幕のさ、開幕の SP だけだよ。使ってないんだけど。え、これ勝てんじゃねえか、本当に。いや、マジで勝てるな、これ。やるしかねえよ。さあ、最後です。ここを超えれば、SP なしで、つばぜり合い負けて、そんなね、悲しい要素を背負ってんのに勝てるということになります。さあ、お互い勇気は溜まったぜ。ゾウもびっくりしてて。勇気溜まったのって。俺、つばぜり勝ったね。本当だよ。行くぜ。いや、ここで負ける。なんか過去の、過去を乗り越えてけ。過去を乗り越えろ。いける。なっしゃー、過去を乗り越えた。ちょっと待って。ずるいよ、これはやばい。おい、行くぜ、おばらもさ、おい、ゾウマ様、お願いします。はぁ、やれやれ、行くぞ。これでどうだ、メラガイア。さよならだ。はい、勝った。神回だわ。いや、ちょっと待ってよ、この有機補正はズルじゃん。光玉使わないと追いつけなかったよ、普通。いや、ワンチャン光の玉使わなあかんかなと思ったんですよ。負けた時。いや、使わなくてもいけたわ。光の玉なしで2ターンとか、ちょっと待って、なんだよ、このパーティー。はい、というわけで今回、2ちゃんの掲示板でいた、とんでもねえパーティーを実際使ってみました。いや、確かにとんでもない。感想一つ言うたらもう、とんでもねえわ。なんだよ、このズルみてえなパーティーは。やばいじゃん、これ。なにこれ。どうすりゃいいのみたいな。これ最強パーティー説あるぞ。デンタリッチ、もう相当だったけど、これは違うベクトルなんだよね。耐久で凌駕してたデンタリッチと違って、勇気補正という、もうどうやって相手も勝てないとこをついた。とんでもないパーティーになっちゃいました。やばいでしょ、こいつ。やばいだろ、これ。これが DLC の極地か。はい、というわけで、DLC、とんでもないパーティー発掘してしまいました。これを超えるパーティーは果たして現れるのでしょうか？わかりません。